口の中の虫歯菌が糖を分解して酸を作り、この酸が歯の表面を溶かしてしまいます。これが虫歯の始まりです。生まれたばかりの赤ちゃんにはまだ歯が生えていませんし、虫歯菌もいません。でも歯が生えて甘いものを食べるようになり、虫歯菌が住み着くようになると、虫歯ができる条件が揃います。虫歯菌は口移しで食べ物を与えることなどによって周りの人からうつるので注意しましょう。また歯についた汚れを顕微鏡で覗いてみると、活発に動いている細菌が観察できます。虫歯菌が多いと虫歯になりやすいので、歯磨きの習慣も大切です。唾液には溶けた歯の表面を修復する働きがあります。これを再石灰化と言います。また唾液は食べかすを洗い流したり、酸を中和する働きがあります。よく噛んで食べる食生活を心がけて、唾液の分泌量を増やしましょう。食べるたびに口の中は酸性に傾き、歯が溶け出します。食べる回数と時間を決めれば、唾液の再石灰化の時間が長くなり、虫歯になりにくいのです。お菓子などをだらだら食べていると、口の中は常に酸性になり、歯は溶け続けてしまいます。唾液が修復する時間がないため、虫歯になりやすいのです。歯ブラシを持てるようになっても、上手に磨けるようになるのは小学校中学年ぐらいです。それまでは大人が仕上げ磨きをしてあげることが大切です。砂糖をたくさん含んでいるお菓子、食べている時間が長いお菓子、ベトベトして歯にくっつきやすいお菓子は虫歯になりやすく危険です。歯磨きが上手にできるようになるまではあまりあげないようにしましょう。自然な甘みのある果物やさつまいもなどは歯が汚れにくく、栄養面でも食べさせたい食品です。おやつイコール甘いお菓子の必要はなく、小さいおにぎりやパン、チーズなど3度の食事を補うものも取り入れましょう。までは味覚の形成期です。いろいろな味をたくさん覚えさせましょう。好き嫌いなく何でも食べる子に育てるためです。甘いお菓子やジュースは味が濃すぎるので、先の楽しみにとっておきましょう。食生活がきちんとしていれば虫歯にはなりにくいものです。歯磨きは遊びの一つとして、親子のスキンシップとして取り入れましょう。磨いたら気持ちがいいという感覚が大切です。3歳までに嫌がらずに仕上げ磨きができるようにしましょう。虫歯なしの育児は母親一人が頑張っても成功しません。甘いお菓子をあげないのはかわいそうではなく、甘いお菓子ばかりの方がかわいそうを理解してもらい、家族や周りの大人に協力してもらいましょう。